これはもう先に言っちゃったもん勝ちですね。あ、そうですね。そうか、じゃあ考えよう、はい、早い者勝ちで行きました。はい、ちゃいそうな。はい、はい、すごく涙が一人で出ました。以上です。以上です。はい、ありがとうございました。皆さんがここ最近で一番泣いたなという、そんな思い出がありましたら、なかなかないかもしれませんが、ぜひ教えてください。どうですか。これはもう先に言っちゃったもん勝ちですね。あ、そうですね。そうか、じゃあ考えよう、はい、早い者勝ちでいきましょう。そうか、あれです。はい、じゃあ賀来さんお願いします。アクションの練習を最近していて、はい、で飛び箱をぴょんって飛ぶ時に、こう膝をぶつけちゃったんですね。痛い痛いって。でその3分後くらいに、また全く同じ場所を今度はなんか鉄の角みたいなところでガーンってぶつけた時に泣きました。はい、そして浜辺さん、まだちょっと悩んでらっしゃいそうな。はい、あ、はい、思いつきましたか。ここ、ね、間を開けると期待させちゃうから。一人でご飯を食べに行って、お酒をたしなむことがすごく好きなんですけど、最近九州 の、 その料理屋さんに行った時に、からしれんこんがあって、からしれんこんが多分出来たてだからめっちゃ辛かったんですよ。で、すごく涙が一人で出ました。以上です。以上です。はい、ありがとうございました。最近の号泣エピソードを、ご紹介いただきました。ありがとうございます。